エリー・ゴールディングは、イギリスのシンガーソングライター。レコードプロデューサーのスト・スミスとフランク・ミュージックの出会いからキャリアが始まり、後に、エリーのマネージャーと、A、A&R となったジェミー・リリー・ホワイトに見出された。2009年7月にポリドールレコードと契約した後、翌年 EP 版のアン・イントロダクション2、エリー・ゴールディングでデビューを果たす。2010年発売のデビューアルバム、 ライツでイギリスアルバムチャートで1位を記録し、イギリス国内で85万枚を売り上げた。エルトン・ジョンのカバー曲、You r Song が2010年12月にイギリスで2位を獲得し、2011年4月にバッキンガム宮殿で行われた、ウィリアム王子とキャサリン・ミドルトンの婚礼で同曲を披露した。2011年3月にアメリカで発売された曲、ライツは、 ビルボードホット100で2位を獲得し、アメリカレコード協会でトリプルプラチナを受賞。2012年10月にセカンドアルバムハルシオンを発売し、イギリスのアルバムチャートで2位を獲得。アメリカでは初のトップ10を記録した。2013年までに全世界で約400万枚のアルバムと1500万枚のシングルのセールスを達成。エリー・ゴールディング・ヘレフォードで生まれ、 ヘレフォードシャー・キングストンの近くの小さな村であるライオンズホールで4人兄弟の2番目として育てられた。両親は5歳の時に離婚。9歳でクラリネットの演奏を学び、14歳からギターを弾き始めた。15歳の時から音楽の制作を始めた。国立県都大学で英文学を学び、大学在学中に歌唱コンテストで優勝した。 エレクトロに触れるようになり、ストスミスとフライクミュージックの協力のもと、ウィッシュ、アイステードを制作した。大学でのコンテストで、ターンファーストアーチストのジェイミー・リリー・ホワイトに見出された。ターンファーストアーチストの社長のサラス・テネットに歌を披露した後、音楽の道に進むため大学を中退し西ロンドンに家を構えるようになった。リリー・ホワイトは、エリーのマネージャーと、 A&R を担当している。2090、アルバム発売前2 0 1十1ライツ g h t s 2 0 1 2現在、ハルシオ・ネリーは熱心なランナーであり、毎日6マイル走ることを目標としている。2010年にはマラソンを走るプランを発表した。セカンドシングル、ランイントゥ t o t h のサポートとして、Facebook を通じ、UK ツアーの7都市で、エリーと一緒に走る企画を立ち上げ、 ファンを数名招待した。欧米でも同様の企画を行いたいと述べている。2013年4月28日にワシントンで行われたニケビメンハーフマラソンでは1時間41分35秒を記録した。アメリカンフォークシンガーのリシーと親友であり、2010年には一緒にイギリスでツアーを行った。ニュージーランド出身のインディーポップシンガーのロードや、 アメリカのポップシンガーのケイティ・ペリーとも親しい友人である。2009から2011年までグレッグ・ジェームズと交際しており、その関係がエリーのセカンドアルバム、ハルシオンの数曲に影響していることを認めている。2012年にスクリレックスと交際しており、2013年9月にはエド・シーランが同年の夏の間交際していたと述べている。R&B、エレクトロ、 ヘビーメタル、フォーク、ヒップホップ、ポップ、クラシックなど幅広いジャンルの音楽に影響を受けていることを述べている。影響を受けたアーティストとして、ビヨンセ、イモージェン・ヒープ、ビョーク、アーニー・ディ・フランコ、ジョニー・ミッチェル、ローリー・ヒルを挙げ、同世代では、フローレンス・アンド・ザ・マシーン、マリーナ・アンド・ザ・ダイヤモンズ、ケイティ・ペリー、ラナデル・レイ、レディ・ガガ、リアーナ、 アウルシティに感銘を受けたことを述べている。ラッパーのカニエ・ウェイストドレーク、ニッキー・ミナージュも敬愛している。ゴールディングの音楽スタイルはケイト・ナッシュ、リッキー、リー、トレーシー・ソーン、メイコによく比較される。2010年にはブリティッシュ・ハート・ファウンデーションのためにグレート・ノースランに参加した。2011年にはロサンゼルス統一学区の貧しい子供たちの支援を目指した。 スチューデントラン LA というチャリティマラソンに参加した。2012年には、エリーの CD1 枚の売り上げにつき1ドルをフリーザ・チルドレンチャリティに募金することをパンドララジオと共に言った。2013年6月1日には、ロンドンで行われた、グッチ主催の教育、健康、公平に関しての世界中の女性問題の意識向上を目的とした、キャンペーン。 チャイムフォーチェンジのコンサートイベントでパフォーマンスを行った。ありがとうございます。